d s DS は6月12日、ブランドの最上位サルーン d s 9の2023年モデルを欧州市場で発売すると発表した。フランス本国でのベース価格は6万7000ユーロ、約1025万円だ。高解像度の12インチタッチスクリーン。2023年モデルはインストルメントパネルのデザインが変更され、 新しいマルチメディア DS アイリスシステムを搭載する。これはパーソナライズされたインターフェイスを備えており、応答性が高く滑らかと自負する。自然音声認識システムのアイリスによってドライバーを支援する。高解像度の12インチタッチスクリーンは、ウィジェットで構成されたメニューを表示する。 3D 接続のナビゲーション、エアコン、デジタルオーディオなどを操作できる。新しい高解像度デジタルカメラによる360度ビューをはじめ、Y、FI や2つの USB-C ポートからのミラースクリーン、Apple、CarPlay、Google、Android Auto の機能にアクセスすることもできる。DS Iris システムは MyDS アプリに接続されており、 スマートフォンから車載ディスプレイに目的地を送信したり、コックピットの換気やバッテリーの充電をプログラムしたり、バッテリーの充電状態や過去の走行データを参照したり、メンテナンスアラートを受信したり、デジタルリモートコントロールでドアのロックやロック解除、ライトの点灯、ホーンを鳴らすことができる。欧州仕様はフェアの E。 テンセのみ。欧州仕様のパワートレインは、プラグインハイブリッドフェイクの E テンセのみとなる。高性能グレードの 4×4360 の場合、直列4気筒ガソリンエンジンが最大出力 200HP、モーターはフロントが最大出力 110HP、リアが最大出力 113HP を発生する。 エンジンとモーターを合わせたシステム全体で 360HP のパワーと 53KgM のトルクを引き出し4輪を駆動するトランスミッションは8速 AT の EAT8 でモーターと一体設計された最高速は時速 250km リミッター作動となるリチウムイオンバッテリーは 蓄電容量が1 5 6アワー走行モードは、ゼロエミッションモード、エレクトリックモード、スポーツモード、ハイブリッドモードの4種類から選択できる。EV モードのゼロエミッションモードの後続は、最大6 2トル WLTP 複合サイクル。都市部の走行に限れば、メートルに拡大する。 WLTP 市街地サイクル。ゼロエミッションモードの最高速は時速 140km とした。250グレードも用意される。フロントに積まれるモーターは最大出力 110hp を発生する。直列4気筒ガソリンターボエンジンは最大出力が 200hp。エンジンとモーターを合わせたシステム全体で。 250HP のパワーを引き出し、前輪を駆動する。トランスミッションは8速 AT の EAT8 で、モーターと一体設計された。リチウムイオンバッテリーは、蓄電容量が 15.6kWh。EV モードのゼロエミッションモードでは、最大 75kmWLTP 複合サイクル、最大 85km WLTP 市街地サイクルをゼロエミッション走行できる。ファッション業界に着想を得たエスプリーでボヤージュを設定。2023年モデルにはエスプリーでボヤージュを設定する。ファッション業界から着想を得てオートクチュールのタッチを加えたのが特徴だ。このコレクションは エクスクルーシブな仕上げを強調した明るいパールグレーレザーのインテリアと移動時間を快適にする充実した装備を持つパリを中心としたスポークで描かれたヨーロッパの地図はこのコレクションの出発点でありこのコレクションが開発された場所 DS デザインスタジオパリを象徴しているというダッシュボードのパールグレーのナッパレザーには DS の職人によって開発された技術を使用してヒートエンボス加工が施された。同様のラインがフロントのドアシルやドアミラーカバーなどにも配されている。パールグレー仕上げのグレインデザーシートとナッパレザートリムは明るい色が特徴としている。